ハロー YouTube。 本日の晩飯。何？クイナに巻いとんねん。はい。寄せ鍋。寄せ鍋。はい。作ります。はい。こんなんできました。こんなんできました。はい、言われます。先はなんぼでもおまんねん。ああ、入れすぎ。なんかこう、ここにパカッと刺してね、プシュッ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 ってやって、なんかそんなもん仕入れたんですけどね、どっか行ってもうたな。どこ行ったんや。はい、ようです。お疲れっす。これね、いつもこれタレ汁だし少ないと思いません？いつも、もう激少ないからね、今日はね水足して、前なんかでね適当にやったんがめっちゃ良かったんでね、もう今回もチャレンジですわ。水足して、ほんでみりん入れたら、みりんって神？みりん入れたら何でも美味しなるんすかね。水入れてみりん入れました。はい、どないなっとるか味。はい、よろしです。これでいけとったらもうみりんは神やね。多分いけてる。多分いけてる。みりんって何？何でも濃い？うまいし。やっぱり頭使わんとあかん。うまい。みりん最強。っていうか、みりんがうちにあること自体が最強やねん。どう？ん？豆腐まで火通ってない。うまい。うまい。日々進化や、ほんま。私にしたら画期的なことでね、今までやったらもう汁が少なくなったやつでしゃーなしに食べてますやん。それが自分で水足してみりん足しておいしなった言うて、そんなんめちゃくちゃいいですやん。you
マジうまい。神レベルや。お鍋はめちゃええらしいね。あのアンジー社長が言うとった。あのしんどなったら風邪ね、アンジー社長はコロナなりはってんけど、風邪ひいたら、風邪とか体調悪かったら鍋しなさい言うて。視聴者さんでも白菜は最強やで言ってね、教えてくれはった人もいてるし、マジうまいわ。目覚めたわ。今目覚めたみたいな。うまい。マジうまい。感動もんや。うますぎや。うまい。静かい。うまい。あ、醤油も入れた。
水入れて、醤油入れて、みりん入れた。うまい。そんなに考えたらみりんよりも醤油すごいんで、醤油って。ね。ぬくもった。うまかった。チャンネル登録してね。